あ、しもしし。うに、ん。そういう感じえ、何いや、なんか話あるって言ってたから。ああ、そうそうそう。うんいやー。んあーちょっと暗いか。あれ俺俺俺うん俺だっけうん。 えなんか話あるって言ってたからごめんあそういう感じだったらまたにしようかなあもしもーしあ,あ全然全然あそういう感じだったら全然またでも大丈夫あいやいやあのーうん、あれよえー、っとーえー、っと今日がなんかあのー、俺もさあのー 佐藤に教えてもらってさ、なんか出会ってから何日目みたいなの知ってる知ってるよ。なんか出会って1000日目みたいな感じらしいんだよ、付き合って。うん、一応そういうカレンダー入れてるからね。あ、マジうん。私は分かってたけど、<laughs> 別にそこまで大切じゃないかな。別にだったら3年記念日とかのが大切なのかなと思ってた。ああ、なるほどね。うん、うん。えー、っと。うん。 じゃあ、おめでとう、とりあえず。ね、戦地記念日。おめでとう。うん。で、あのー、伝えたいことがあってさ。うん。俺と結婚してください。ごめんなさい。あ、嘘あ、嘘,嘘ダメな感じなんでん耳かき嫌だから。なか耳かき嫌だから。え 耳かきしながらが嫌だからえ、これあれでポンポンついてるよ関係ないよあれなんか前さ関係ないよ耳かきは絶対にポンポンついてなきゃ嫌だみたいなやつなかったっけその話はしたよん。おうそれとこれとは関係ないよえ、ごめんどういう状況今んあなたがうう耳かきしながらこくってしまったっていう状況えポンポンついてるよ関係ないよ え、ごめん、まだちょっとあんまり意味が分かってない。えっと、うん、えっと、うん、人って、日にちより大事なものあるから。え、ちょっと待って。え、ちょっと待ってね。うん、待つよ。も、もしかしてだけど、うん怒ってる怒ってる。ああ、びっくりした。ちょっと目覚めたわ。びっくりした。怒ってると思わなくて。うん、え人ってね。うん。 その、この日程とかより、うん。大事なものあるよ、うん。おう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 。クリスマスに、だらだら会われるんだったら、うん。梅雨に会いたいよ。誕生日に祝う気持ちがないんだら。ちょっと一旦ストップ。一旦ストップ。えっと、今のクリスマスに会う気ない、えー、クリス、 今のはえっ、えー、と、え美咲の誕生日が梅雨っていうのは関係ある関係ないよ。え、待って、えっ、ー、と、クリスマスに会う気ないなら。クリスマスにダラダラ会われるぐらいなら、<あ>何のイベントがない6月に会いたいよ。え、それは6月が美咲の誕生日だからってこと関係ないよ。おうん。 はい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 ,はい,はい、はい、なんか分かってきた気がするううう今日が1000日だからプロポーズしようなんだったら<う>1040日目でいいへえきり悪くない,くない気持ちの方が大事嫌なの私ってか全員嫌だ誕生日に告白しようかなとか めでたい気持ちがなくてさ、迎える正月ほど嫌なものはないでしょちょっと待って、ちょっと待って、今のもちょっと待って。長い。もちゅうもちゅうってこともうそういうこと、じゃんあ。ああ、もちゅうか。すまんすまん。じゃあ、そういうこと。ああ、オッケーオッケー。ごめんごめん。今のは分かったさすがに、もちゅうってことか。オッケー。違うけどね。違うんかい。バレンタインデーだから、チョコ渡さなきゃ。 バレンタインデーだ。チ、うん、ョコ渡そう。うんうん、バレンタインデーだ。いつもは感謝の気持ちとか伝えられないけれど、この日を少し借りて気持ちを伝えさせていただこうかな。これ違いわかる？これさいくつからさあの聞き手と逆の耳がすごいできるようになった。知らない。なんか本当わかんないよね。わかるわかる。知らないの。めっちゃわかる。いつからだろうね。これできるようになったの。めっちゃ不思議じゃない。 いつからだってさこれはさなんかでも親にやってもらってたよね最初危ないからってね耳かきあるあるいらないやめれるえな人生言ってないえ人が怒ってる時に耳かきやめれる ああ。すまん。世の中には聞く態度っていうものがあるじゃん。OKOK。それは分かった。OK。うん。私は言ってんの。バレンタインデーだから渋々チョコ渡さなきゃいけーなーと、バレンタインデーだ。いつもは好きって気持ちをなかなか伝えられないけれど、この日を少し借りて伝えよだから好きな人にチョコ渡すんだ。全然違うじゃん。チョコ渡すっていう行為は一緒なのに。 だから私は怒ってんの。ねうん、じゃあホワイトデーもバレンタインデーもらったから返さなきゃな。じゃなくて。あ、いつもありがとうな。向こうはめっちゃ気持ち伝えてくれてるな。それのお返ししたいな。ちょっとじゃあ、で、3倍返しだからな。とかじゃなくて。うん、あ、いつとあんだけ思いも乗せてくれてるんだったらこれぐらい返さ、返したいな。違う耳かきしてんじゃん。 耳かきしてんじゃん。しつぎもよくないらしいね。耳かきって。いいよ、耳かきあるやってたけど、つしつぎもよくないらしいね。二り目だろ。耳かきすんなよ。なんかさ、あの、むずむずした時にさ、かいかいだけしたくなるね。もういい。がっかりです。千日記念日に別れることになると思わなかった日本の政治に言ってない。 別れよ。俺？当たり前じゃねえかよ。え、ちょっと待ってなんで？他誰が別れんだよ。いやいや。私も二十七なの。時間さ大切にしたいの。俺四十一だよ。だからだからがえ。四十一でも何も分かってねえから別れるっつってんだらがえ。 俺後ろ見んなよ。あ、ごめん。なあ。ごめん。何があんだよ、後ろによ。後ろになんかあるような顔してたから。おめえ見てんだろがよ。あそういうことか。びっくりした。もういいさよなら。うん。うんかよ。いや、違った。だるそうにうんすんなよ。謝れよ、止めろよ。 まだ間に合うんだから。すいません。えー、れないでください。謝れよ、止めろよって言われたから言うなよ。その話をずっとしてんだらが、えなるほどね。言いすん後ろみんななんもねえから、<れ>えだよ。さようなら。わあ、これ何かと思ったら耳たぶか。 こうやって見たときに何かと思っちゃったこれ今。えぇ、ー、ああ、か、ああ、振られてた。彼女いながらつびっくりした。レインボーボードチャンネルのメンバーシップが始まりましたスタンプとか、この未公開コントとか、あと、その、普段しない投稿とかしたり、盛りたくさんぜひ入って